私から特に申し上げることはありません。何かご質問があれば、あと20分弱ですけれども。フリーの岩上です、はい、よろしくお願いします。昨日小沢幹事長が、定例の記者会見の中で、キャンベル国務次官補が訪米を要請し、でそれに応える形で、訪米するに際しては、オバマ大統領との会談をセッティングするように、求めたというですね、話が出ました。これをどういうふうに受け止めるかなんですけれども、訪中団をですね、組織して中国で手厚い歓迎を受けた後、アメリカにもですね、言ってみれば手厚い歓迎をしてくれというふうに言っているようにも見えますし、アメリカの従属アメリカにすみません、はい、短くします、はい、こうしたあの外交の、一つの外交のだと思うんですけれども、小沢的外交手腕みたいなものをですね、岡田さんの立場からあのどのようにご覧になっているか、ご評価願いたいと思います。これはあのキャンベル国務次官補がそういうふうにお招きをしたいというふうに言われた、それに応えたものだと考えております。したがって、アメリカ政府としての、正式な、そういった発言だと思いますので、与党第一党の幹事長に対して、そういうお話があったということは歓迎したいというふうに思います。その後、大統領に会うか会わないかとか、そういう話については私は詳細聞いておりませんので、今後の問題だろうというふうに思います。なるべくちょっと今日は質問を短く切ってください。お願いします。皆さんのために。関連質問です。共同通信の西田です。外務省としては便宜供与等も含めてですね、全面的にバックアップするというふうな考えでよろしいんでしょうか。基本的にはそういうふうに考えております。全面的にという表現がいいかどうか分かりませんが、与党第一党の幹事長が訪米されるということであればしっかりバックアップしたいと思います。日経新聞の山内です。合わせて訪米の時期がゴールデンウィークのあたりということで、ちょうどあの普天間の決着時期が近い時期になっていますが、これについてあの受け止めと、あとはあの政府と与党の二元外交との指摘もありますが、これについてどう考えますか。これはあのキャンベル次官補と小沢幹事長の会談の際に、幹事長の方から政策についてはこれは政府の問題であるというふうに明言されてますから、そういうご指摘は当たらないと思います。すいません、再びで、岩上です。小沢さんとキャンベルさんがお会いになったのがですね、小沢さんの不起訴決定の前日であったということが、これは偶然であったのかどうかちょっと分かりませんけれども、非常に重要な、非常にデリケートな時期にですね、キャンベルさんがわざわざ小沢さんに会いに来たと。アメリカ側はある程度こう不起訴になるというような見通しを持たないとですね、このような重要な会談も出なかったのではないかなというふうに思うんですけれども、この辺はいかがでしょうか。タイミングの問題については我々の関知するところではありませんから、アメリカ政府のあるいはキャンベル氏個人の、ご判断ということだと思います。陸新報の滝本です。先ほどの、どなたかのご質問であったゴールデンウィークの時期がその普天間の決着の時期と、近いということの関係というのはどのようにお考えかということへのお答えをいただきたいんですか。先ほどお答えしたつもりですが、政策とは政策については政府だという、そういう前提のもとでの訪米ですから、ご指摘は当たらないというふうに思います。朝日新聞の井原氏です。週末にあった世論調査についてお伺いします。朝日新聞の世論調査ではですね、初めて、内閣支持率が不支持率
を下回って不支持率の方が上になりました。これについての受け止めとですね、あとはあの小沢幹事長についてですね、幹事長を辞任すべきだという声が7割になりました。それに対してですね、まあ、小沢さん本人は続投すると。で、昨日の面会でも総理はそれを了承したとのことですけれども、まあ、こういった国民世論とのですね、会についてのようにお考えになられますか。まずあの逆転したというのは朝日新聞では初めてかもしれませんが、他のマスコミではあの少し前にそういうこともありましたので、特にそれについて、コメントすることはありません。それから幹事長職に関して言えば、それは内閣総理大臣が続投について、了承されたということで、人事権者は代表でもある鳩山さんでありますから、まあ、その判断ということが下されたときに閣僚として何かそれに付け加えることはございません。関連してご質問ありがとうございました。岩上さん。はい、フリーの岩上です。今の世論調査に関連して、お聞きしたいと思います。確かにテレビ新聞等の世論調査では、内閣および小沢幹事長に対して非常に厳しい数字が出ているようなんですけれども、他方ですね、インターネット等の中でのさまざまな調査によると全く逆転した、7割くらいの支持という、かつて以前よりもむしろ支持率が上がるというですね、逆転の現象が起きています。このメディア内での違いといいますか、この現象についてはどのように分析されておりますでしょうか。まあ、一般論として、お答えすることはできますけれども、まあ、私も評論家ではありませんので、まあ、そういうことについて私個人の見解を述べるべきではないというふうに思います。いずれにしても、まあ、この一連の件に関して前から申し上げておりますように、私は外務大臣としての職責を全うすることを全力を尽くそうと思っておりますので、そういったことについて、特にコメントすることは控えたいと、まあ、自制しているところです。関連者ご質問、では他のご質問の方、Jキャストニュースの亀松です。先週発表にありました、交渉費についてお尋ねしたいんですが、前回の記者会見で の大臣のご説明は、金額や使い道についてはですね、具体的に申し上げられないということだったのですが、やはり国民からするとそれは説明としては不十分ではないかと、感じているのではないかと思うんですが、例えば社民党の福島党首やですも、もっと過去の分について精査すべきとおっしゃってますし、あと鳩山首相もオープンにした方がいいというようなこともおっしゃられているのですが、もう少しですね、具体的に公表されるというお考えはないのでしょうか。外務省としてはすでにそれは外交用務に使われるということで、官邸に持っていったものですから、その後のことはそれは官邸で決めていただければいいと思います。先ほど官房長官の記者会見を見ますと、総理が昨日言われたことについて、それとは違う方向で今おっしゃっているようですから、官邸の今の意向はそういうことだと思います。NHK の梶原です。明日から訪韓されると思うんですけれども、まず意気込みとですね、あと今年日韓併合100年という、デリケートな年になりますけれども、こうした問題どのように取り扱われるか、この2点お願いします。基本的に外相同士でありますので、このデリケートな1年を、どうやってですね、しっかりと協力をしながら乗り越え、そして未来志向の関係をより深めるかと、そのための意見交換ができればというふうに考えております。毎日の野口ですが、日韓、EPA 交渉なんですが、今交渉が止まっておりまして、再開の、意気込みについての関連なんですが、東アジア共同体を作るためには、アジア各国と FTA、EPA を、結んでいって、その延長線上に、共同体があるという、お考えを大臣、持っていると思うんですが、その一番近い隣国とこの EPA 結べないということについて、どのような見解で今後、どのように打開していくお考えか。
まあ、それぞれの言い分があるんですね。まあ、私は韓国側もより積極的に取り組んでもらいたいというふうに思います。もちろん日本側もそうですが、なんとかもう一回交渉を再開するというところまで、早期に持っていけるようによく、まあ、韓国側とも相談をしたいというふうに考えております。共同の斉藤です。法改に関連して地方参政権の問題についてお伺いします。地方参政権をめぐる議論はここで申し上げるまでもなく、閣内そして与党内そして国民世論もさまざまな意見があります。一方韓国側ではこの法案のですね早期成立に期待する声もあります。そうした中で今外務大臣をされている岡田さん、どのように現状を考え、そしてどのようにこの問題に対処していこうとお考えか、その点についてお聞かせください。まあ、このことに関する法案をどういう形で国会に出すのかということについて、まだ政府与党の中で結論出ていないというふうに思います。まあ、そういう現状をご説明したいと思っています。フリーランスの安住でございます。フリーランスの安住です。宮内庁が保管している朝鮮王朝所蔵図書の件についてお伺いいたします。2月7日に韓国政府が返還請求をするということを決定したという報道がありますが、今回の外相会談でこのことについてお話しされるご予定はあるんでしょうか。今ご指摘の、まあ、決定ということについては私は承知をしておりません。まあ、現時点で、まあ、そういったことが出てくるのかどうかということも不明でありますので、コメントを控えたいと思います。読売新聞川崎です。政治資金規正法違反事件で起訴された民主党の石川衆議院議員がですね、先ほど、まあ、北海道の地元で記者会見をしまして、自らの進退については、与えられた職責を果たしたいということでですね、議員を辞職する考えはないということを表明されたんですが、このことについて、大臣の見解を伺います。私はまだ直接映像などで見ておりませんので、まあ、そういうふうに石川さんが言われたのかどうかというのは承知をしておりません。まあ、いずれにしても、まあ、ご本人の意見をよく聞いた上で、党としてどうするか、議員としてどうするかということは決められるべきだというふうに思います。産経新聞の赤地です。先日北方領土返還の全国大会開かれて大臣も出席されたと思うんですが、鳩山総理がその中でですね、まあ、2島返還という結論はありえないということを表明されておりますが、今後 その政府のこの問題に対する取り組み方針について改めてお聞かせください。まあ、大体総理が述べられたので尽きていると私は思っております。首脳会談ベースでは前向きな雰囲気はしっかりと出ているわけですので、まあ、それが外相レベルやあるいは事務レベルでもですね、しっかり貫けるように粘り強くやっていきたいというふうに思っています。関連で、ラオスのですね、銃撃の案件なんですけども、安全操業がですね、ストップしている状況が続いていると思うんですけども、外務省としてですね、打開のために、まあ、基本的な、立場ですね、立場としてどのようなことを今やっておられるんでしょうか。まず今回の事件、その銃撃があったということは、これは許しがたいことだというふうに考えております。まあ、その上で、事実関係がどうなのか、まあややこう何と言いますか、危機が途切れがあるという指摘もありますので、まあ、そういうことについてですね、関係省庁で今精査をしていると
という状況だと思います。そのことを待って考えるべきだというふうに思っております。共同通信社の村上です。トヨタの問題なんですけれども、前回の会見でしっかりとバックアップしていきたい、外交的にも一企業の問題ではないとおっしゃられたんですけれども、具体的にどのようにバックアップされるおつもりなんでしょうか。まずこの前 の, そのトヨタ保有の問題の前にエコを補助金の話があったわけですね。で、議会の中でいろんな声がある中で、大使館を中心に、誤解もかなりありましたので、そのことを解くための努力を、かなり力を入れてさせていただきました。現在 の, そ, のそれに加えてのトヨタの、リコール問題ですが、基本的にはこれは、トヨタの問題ですから、トヨタが解決する、そういうことだというふうに思いますけれども、とはいえやっぱり日本国政府ですから、そのことについてですね、さまざまな側面で具体的にちょっと申し上げられませんが、バックアップする、そのことは当然だと思います。そろそろお時間ですので、今刺されてない方、ないし刺されたことがない者ですね、もし手が ニコニコ動画の七尾です。視聴者からの質問を代読いたします。1ヶ月前に起きましたシーシェパード船との衝突に続きまして、日本時間の6日、再びシーシェパードの抗議船により日本の調査船2隻が航線の照射や接触に巻き込まれるなど妨害を受けたとの報道がございました。1月8日の大臣の会見に続くこととなりますが、度重なる妨害につきまして大臣のご所見をお願いいたします。今回も急接近があったりですね、あるいはレーザー光線を照射したり、あるいは匂いのついたものを投げ入れるなどですね、同行した、そういう行為に対しては厳しく抗議したいというふうに思います。外交的には、あの船は統合船籍でありますので、政府に対して、申し出もさせていただいているところでございます。NHK のウェブです。イランの核開発問題の関係なんですが、国連安保理で追加制裁の議論もという、観測も出ていますが、日本政府非常任理事国として追加制裁にどのように臨むのか、現地代表部にはどのような指示を出していますでしょうか。イランが新たなその濃縮活動ということに言及したことは非常に残念だというふうに思います。話し合いで解決が何とかできないかということで、日本政府も今まで、取り組んでまいりました。まだ望みを捨てているわけではありませんが、しかし、このことに関して今までやってきた EU3 プラス3という枠組みの中でですね、制裁という方向に今議論はかなり進んでいるというふうに思います。安保理でさらに議論がなされ、そしてそういう方向で一致をするということであれば、我が国としてもその安保理の決定に基づいて制裁に参加をするということに当然なります。で、そういうふうにならないようにイラン政府はですね、このチャンス、残されたチャンスをしっかり生かしてですね、話し合いでこの問題が解決するように努力してもらいたいというふうに思います。事態はかなりしかし、押し迫っているというふうに思います。ではそろそろお時間となりましたので、よろしいございますか。よろしいですか。はい、ではどうもありがとうございました。はい。